うわ、今ちょっと転んだってさ、さっきさベイトがいっぱいまた持ってきたね。この魚骨釣れると思うな。これ見て、もう魚なんか釣れなくていい道具さえあるやん。ほらこういうさ、釣れない日にさ、おベイボイルボイルボイル、逃げとる逃げとる。20センチのコバスが今の見た、なんか跳ねとったじゃん。いや20センチのコバスが見えた、バス小屋用を取った、バス見えた、バスは見えんけど、バスちっちゃかったな今。なんか波今逃げとったじゃん今。いやコバスだコバス、だから粘れば釣れる。この辺寄ってきとるね、うん、おるおる。ちょっと一匹動画的にも釣ったらいいや。本当だよね、うん、これ悪い、ね、もっとちっちゃいよ坂又だと。お前4シャープでないと釣れんじゃん。これでかすぎるわこれね。たまりませんわ。いやこのリールマジでいいわ。小バス3匹釣ったんだけど、これ投げてるんだけど全然釣れないんだけど、このエビ釣りエビ釣り全然釣れない。おかしいな、なんで釣れないんや。まあ今日は死闘レビューでいいや。でも本当にこれいいよ。ちょっとあの21アンタレス今日ちょっとまだ投げてないんだけど、もう今日は、ね、この21軽かっただけで満足。ちょっと次回の兆候でねやろう。でちょっとバスプロと対決することになったんで、ちょっとまあ傷つけたくないけどな、プロの人たちのプライドあるから。ギャフーンとね超過で差をつけちゃったらさ、プロの人もね看板あるからさ、まさか俺に勝負挑んでくると思わんねん。でまあしゃあないよ、じゃあ受けるよっちゅうことでさ、バスプロと対決すんだけど、まあちょっとわざと負けたらなかんかな。相手も商売でやっとるでな。俺がバンバンすね、それはバスプロの人が釣れん中で俺がバンバン釣っちゃったらさ、あらバス跳ねたな。プロの人もやっぱ顔かな、相手の顔潰してあかんからな、うん、あらどうやこれ。このハイギア、X ギアがねもう最高よ。ここねバスおるよ、でもパラパラしかいないわ。あのデカバスがさっきから2、3匹バサーっていうのを見たけど、回遊してる感じ。今日小バスがいないねこの界隈。小バスがいるとね、まあ小バスは調子よければ50匹とか、調子いいとほんと100匹釣れる時あるけど、今日小バスはほとんどいない。こんぐらいの5センチぐらいの小バスはよくおるわ。釣れないね。反応ない？反応ない。ちょっと話があるんだけど。え、話がある。ちょっとこっちこれ見て。何どうした、このリール持っとる。また始まった、うん、自慢話。自慢話じゃない釣りに対する思いや。思い、うん、あこれ買って。それ何、あのさっき言ってた軽かった21軽かった、うん、コンクエスト100。 あれ今待っとるよ。の XG、 XG これやったらもう釣りが楽しくなるで。マジで。でもあれでしょ、ジョキがね、おじさんは休日削ってまで働いて、うんうん、買おうとまでの思いはないやろ。そこまでは思ってないやろ。そりゃそうやわ、ね、なんかやっぱり釣りするんだったらこういう。来たか。藻が多いね。藻が多いや。藻が多いか、うん、引っかかるね、うん、いいやろこれ。キナニオジさんなかなかいいねそれ。これちょっと見して。このリールいいやろ。黄金だよ、うん、いいね、これいいんだ。あ、軽かった。コンクエスト 100XG で家帰ったらまだまだあるんだ。いやだからコレクションやから。コレクションなんだ、うん。さっき俺休んで働き入れとったやん。誰に。嘘だから俺休みまくり。今俺のカメラ回ってていいの。いいよ、いいの。俺休みまくり仕事してない。そうでしょ、ね、今日久しぶりに人に会ったんでしょそうやね。いやあのこれね、最近視聴者さんが俺嫌われとんやけど、うん、実は俺社長なんだわ。もうみんな知っとんじゃないの。だから簡単な仕事なん俺やるの。キャノンさん簡単なんだ。会社行くやん、うん、おいっつって、やっとるよっつって。おやっとるか。おええやんって。おええやん、ええやんって。ええやんかって。おええやんって。できるやんか。できるやんかって。おな帰るわって。そしたら金がバンバン入ってくんで。社長ってええぞ。だってやらしといて。じゃあまたうちええ子ばっかなんよ。
子ばっかり、文句言わずにやるね。そうでしょう。ああいい子ばっかだもんね。そう、ヒカルムさんもやったらいいよ。そうだね、簡単やで。簡単か。だって人集めてさ、ああ集まりっつって、ああ集まってくるやん。ああじゃあお前自分と自分、自分のあれやって、自分あれやって、あれ自分あれやれっつって、ああやれっつって何朝礼とかあんの？朝礼とか。朝礼とかはないな。ああ、そういうのはないんだ。週一の、会議はあるで。ああ、会議はあるんだ。会議でまた俺がまあいろいろ説法言うがな。なるほど。自分と自分今月どうなんや売り上げ言って。ああ、なるほど。もうそれあかんがな言って。あかんがな、給料増えへんかなこれやったらって言うだけや。いつもどういう思いでつあの仕事しとんだっつって。あよく言うのは俺カメリンと。ああ、カメリン。なんかねえかって、うん、言いたいことなんかねえかっつって。言いたいことなんかねえかしたら、だいたいないです言うね。ないです。あら、ブチ切れた俺。バカ野郎って。仕事一生懸命やってたらな、何もないってことはねえんだよって。まあ、ありきたりな言葉だよ、ね。ああ一生懸命仕事やっとったらさ、うん、あれがこうかなとか出るやん。出るな。お前その思いないんけ言って毎日泣かしとる。マジで。そしたらこの間パワハラの高橋って言われてる。ええ、会社の中でパワハラの高橋って。パワハラの高橋、ええ、これも本気で信じるやつおるからな、こういうこと言っとると。確かに、ね、冗談通じんやつおるからな。あれ多分俺映っとんじゃないか。自分カットしといて。ああ来た、当たったぞ今。マジちょっとこれマジでこれいいよ。どれ。このリール、これミノ、あれじゃない、ミノのが釣れるんじゃないこれかもしらんな。ちょっと釣れとるな。なんさおじさん、おじさんこれ持っとる。また始まった。いいリールなんだ。いやいや今回のはちょっと待って待って、今回の動画はこれの紹介動画だから。琵琶湖に来てこれの紹介動画。もちろんだから21カルカット。逃げとる逃げとる。バスちっちゃいわ。バスが21カルカットコンクエストがいかにすごいか。ちょっとこれすごいね。やばいやろこれ。何そんなに大人気なんだ。いやだから物が違う、黄金だよ黄金。ギャニューさん俺決めた。何を決めた。カルカッタコンクエスト21持ってないやつとは口聞かない。俺持ってねえよ、うん、え俺何も口聞かの俺に。そうやな。だからそれ持たんと、うん、だ話すことないんだったら。なんて会話の内容だってついてこれないわけやろ。もうだからまあ今触っとるよ。軽いなっていうだけだわね、うん、あとなんか巻き心地もいいし。いやそれ買ってそのリールについて語り合えるぐらいの人でないと会話が盛り上がらないやん。語り合いたいな。うん、リールについて。どういう語りをね。いや今回のスプールがね、スプール系がちょっとちっちゃくなったから、うん、そこでまたそのレスポンス。レスポンス。うん、あとそれくり抜きなの。くり抜き。わかる。くり抜きって。知らん。それ見て、これさ、うん、鉄の塊があるのよ。どこに。ここの部分あるやん、うん。鉄の黄金の塊あるやん。こっち見て、うん、これ見えよ。黄金の塊あるやん。うん、機械でグイーってくり抜いちゃってる。マジで。うん。くり抜き。で物が全然違う。合成感が違う。へえ、うん。これってさ、でもドアの方は何これ。付け方変って言われそうやな。でも前もそうだよね。なんか縛り方も。小学生レベルの頭が。とりあえずついてけえかい。物はいいんだけど。腕がないって。糸も安いやつとか。完璧ではないんだ。完璧ではない。完璧ではない。完璧だとダメだろ。完璧は完璧の人って疲れるやん。そういう人間らしさ、そのちょっとミスもあるわな。ああここまでいちいち見とらんからね、うんうんうん、やっぱこういうロッドとリールはまあ一番目につくと。来た寝がかりやろ。草か、うん、草寝がかりや。いや来とらへん。あ違う。エボイはじゃあ馬動いたもんな。ググググ。いやでも気が入りました。マジでそのうち21が軽かった今月は良くない。これいい。気に入ったね。え気に入った。これもうほんと欲しくなった。うん。気が入りおじさんもあれだ。何気が入りおじさんは社長向いてないで。向いとらんか。なんで向いとらん。例えばめんどくさがりやん俺が。うん。あと人も嫌いじゃん。あの人うざいっつってなるじゃん。それ。結構人間嫌いのとこある、ね、そうそうそう。人向いてないんだあでも高橋君も人間嫌いのとこあるし、うん、大変やだから。でも言うじゃん人見知りだ。毎日大変や。だからもう俺はもう会社行ってカメリンのご機嫌取る仕事や毎日。へ大変やで。大変だねそれ、うん、カメリン今日も可愛いね今日もすごいねってそれまずいんじゃないの。可愛いね可愛い言っとるよ。寝がかりだ。こそ来たんじゃねえ。マジで来た。あ違うか。え
違う、なんか草。だからお前ヘボい、なんで根がかりのが魚影となるの。なんか草が多いね。ヘボくない、ちょっと。そんなことないって。じゃあここって昔よう釣れたやん。ああ、いや、あの釣れる日と釣れん日がある。今日は小バスが寄ってないわ。でかいのがでもおったな。おったね。うん、ちょっとなんか藻が多すぎるね。そうやな。でもこの藻の間におるんじゃないの。ああ、でも毛ガニおじさん、鬱陶しい視聴者っているよな。おるな。わ、はあ、かるよ気持ち。わかるか。だってもう俺の友達の北海道のトモロックなんて、お前あれだ、コメントで文句ばっかり言われて、お前、うん、もうコメントも封鎖しそうやん。何嫌んじゃったの。いや、やんではないけど気分悪いやん。そりゃそうだわさ。なんで俺の友達のカメドンってバス釣りマニアおるね。うん、コロナに感染してまって大変だ。なんかさっきから同じ。カメドンがコロナ、さっきも言っとった。さっきも言っとったけど。カメドンがコロナになっちゃって、お前今寝込んじゃってさ。でもさ、あの年取ると同じことばっか何回も言うよ。そうやな。性格がくどなるんや。そう、あれ何あれ。年ちょっと待てよ、ちょっと待て。ほう。そういうのやめて。どれ。それをこれやめてき、おじさん、そういう置き方傷つくじゃん。こういうのがダメなんだな。何やっとんの、これだから稼せへんのよ。これ全然傷ついてないよ。稼せへんねこれは。なんか言っとったよ、俺がちょっと踏んだ瞬間。いや、なんでそれをさ、そう置いた、そこギリギリになっちゃう。まあそれ内部は痛まんけど、気持ち的にさ。そうだね、こうやって立てておくとか。そう、そう、そう、これこれでさ、ここガーンなんて言ったら、買って、今日買ったばっかだよこれ。もう買ってない2週間ぐらい。初めて使うと、今日初めての。もう一回投げてみる。投げて。でも嫌な視聴者っているよな。あ、いい音する。これが何かなかった。ただな、うちよりおるの子はええ子らばっかや。ああ。ええ子多いな。ええ子多い、うちはな。でも俺、あのカメリンと会ったことないんだけど、うん、カメリンか、うん、カメリンはほんとにもうただのバカ、ただのバカだ。人見知りだ。何人見知り。いや、可愛い子やで、カメリンは。可愛いの。ええ子よ。なんでいつもサングラスしとんの。見たら出たくない言うとん、動画に。あれ、顔隠しとんの。動画に出たくない言うの。俺が無理やり出しとったらもう嫌や言うて。ああ。しばらく出てないよね。でも動画出たくないだから、有名になりたくないし、動画も出たくない言うて。だけど、ちょっと待って、キャノイさん、カメリン面接した時さ、うん、私吉本狙ってるんで YouTube もバンバン出れます言って入ってきたんやね。そうなんだ。おい、あ、そうか、じゃあカメリンお願いねっつって、うん、いざ撮影始まったら、いやいやいや言って言ってること違うやんけ。おおで、こないだ話しとってん、世間村にしとってん、うん、そしたらカメリンがさ、うん、履歴書詐称しとってん。嘘ついたとか。嘘ついとって騙されたよ。例えばどういうところ嘘ついとったの。要するにこの大きな会社でな、うん、ずっと働いて休みもうそこで、うん、2つしか仕事したことないという履歴書になっとるわけ。あ、今までね。な、うん、おいおいそうかと。よくありきたりだよね。おで、いろいろ入って、お前2年、今3年目だ、うん、おい、この間話しとったら、なあ、お前いろんなとこで働いとるなとお前履歴書嘘書いとらへんかいって。2つしか働いてないもんだ。もう10社以上働いてる。嘘の履歴書書いてくんの。説教したんだ俺これで。なるほど。いや、そりゃええよ、カメリンええ子やからいいんやけど、うん、嘘はあかんでって。あ、そうしたら何ちゅうの。うわ、言うとったわ。ほんまかいな。ほんまかいな。え、でもカメリンはええ子なんよ。ええ子だよね。素直でな。うん、会ったことないけどね。まあ、カメリンは人見知りだな。どう ?15 の軽かった、21の軽かった。いや、やっぱり藻が多いね。移動するか。なんだろうね。今日釣れんから、まあ企画没だ。これ、ね、あのバーベキューがで、うん、やれんくなるよね、釣れん。もういいよ、釣れんでも。やっぱ漁港でちまちまやってた方がちっちゃいのは釣れた。漁港はね、もう釣り金が多いから。これも今こっち入っちゃいけないから。なんか見た目は釣れそうなんだけどね。そうやな。おじさん、感じば軽かったがいいんだな。いい、そんなに気に入った。眺めて何なんか。いや、巻いた時の巻き感がさ、うん、全然違う。何おじさん、何そのリールさっき使わせてもらったけど、また何ダメだし、ちょっと見せて。ダメだし。そのリールがさ、うん、もうちょっと買い。え？だから俺のね、ちょっと待って、俺のね、まあ考えは、うん、壊れたらでいいかなっていう感覚なんだよね。いや、巻き感がさ、それ
飛距離も出ないしさ。でもこれで勝つ数だね。うん、つっとるよ。いや、Xセンス買い BB 1万円、1万5000円ぐらいの買い。じゃあ俺はね、まずね、うん、釣り具店行って、まず自分でその自分の感覚でね、うん、物メーカーがダニットじゃないし、持って瞬間この巻いて、このその感覚で、あ、いいなっていう。なの、うん、だから、あの人がこれいいよって言ってもそれには飛びつかない。いやいや、今それ使わせてもらったけどさ、まあ投げにくいわ、飛距離電話カタカタカタ言って、しまいにはなんかプチューって飛んでて、そう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 、飛ばへんわ、なんだこの安いディールはって文句て安いとは言っとらんけど、やっぱりいい道具使うとさ、うん、気持ちいいじゃん。なんかだ、それはね、うん、まだね、実際よくわからんのね。で、一回使ってみな、わからんわ。ステラ買ってごらん、一回。ああ、ステラね。ステラ買って使ったら、もうそれ使えへん。マジで？本当にいいリールだから。うん、でもほら、あだけとくらい十分でしょ。いや、それもちろん俺もそういうリール、子供の頃ずっと使っとったん。子供の頃、ね、500円のやつ。もう500円のそれ。ずっとそれだったんだけど、で大人になって、仕事して、ステラとか買うやん。うん、まあ、もう戻れへん。なるほどね。うん。だから一回ステラ買うってのも釣り師やったら、うん、うん、確かに。倹約家だね、なきゃにおじさんは。倹約家っていうかね、なんかの何個もね、欲しく、なんか邪魔くさいんだよね。なんか壊れてからでいいかなっていう感覚なんだよね。あの昔倹約家さんがさ、見たことのないさ、40年前のベッドリール持ってきた時はさ、マスゲンってやった時でしょ。あれやばかったな。あれね、もうベートがないなと思って、あったわと思ってさ。あれ投げたらお前飛ばへん、ガリガリガリって飛ばないよね。40年前の見たこともない見たこともないベートリール、小学校時代の持ってきちゃった。あれもバストワンじゃなかったかな、確かだった、うん、俺もな、あの中学生の時ベート持っとった変なやつ、もう何のメーカーでもない、もう忘れちゃった、もうゴミみたいなやつだ、もう飛ばへん、ガリガリガリって飛ばへんわ、ガリガリってバックラしちゃって、ガリガリってもう使えへんベートリールは。そうそうそう、で今のベイトリールは違ってさ、秋山さん、うん、これバックラしないもん、ほとんどしないよね。もうバックラしづらくなるようになってるし、うん、巻き感は違うし、うん、合成感、うん、あとスプール系が全然違う。見た目がいいよね、ゴールドっていうのはね。見た目もかっこいいし、中身だよな、それより。うん、ないで、暗くなっちゃうわ。暗くなっちゃう。リールもいいけどさ、どうした、ちょっとこれ俺使わさせてもらったんだけど、はあ、まず飛距離が出づらくて、ここのスプールはちょっと壊れとって、投げた瞬間にこれがなんかこうなるのよね。いや、なるし、ものすごい巻きづらくて、うん、リール新しいの買ったらええやん。まあ、買おうかな、うん、買ったらいいかな、これ。何がリール。でもさ、今さっきカメラ止めてる時にいろいろ喋っとったけど、何を、うん、使ってないやつあるらしいじゃん。は、え、今なんか使ってない、あの、もう捨てようかしらなと思ったら、いや、捨てるのがないよ、別に。捨てるのはないんだ。スペイン語あるで。あるの。でも車にないでしょ、今。それおねだりか。え、おねだりおじさん。この場を借りておねだりしていいのかな、これ。これ今俺じゃあ土下座してないよ、ここで。このビアコのバッグにして。土下座せんでもええけど。いいよ、リールぐらいあげるよ、そら。本当？うん。今これ土下座しようか、今。いやいや、この面白いんじゃない。いいよいいよ、じゃあリールぐらい別にあげるけど。え、今日くれるの。いや、だ俺はさ、うん、なんか自分で働いて稼いだ金で買うのから、そうだよ、愛着が湧くし、そう、普通はね、あの買った時にさ、そうそうそう、ドキドキ感があるやん。そりゃそうだよ、ね、あ、ちょっと高いリール2万5000とか、そうそうそう、1万5000でもちょっと、あ、ちょっといいリール、そうそう、で大事にしようと思うじゃん。そんでちょっと磨いたり、ちょっとそうそう、大事にするのよ、ね、それをもらっちゃうと、もらっちゃうとなんかありがたみがないっていうか、だって俺が、だって俺今ですアンタレスも取られちゃってさ。取られた。だって家に来た時に、誰に、あなたんだよ。だから家に来た時もくれるやろって手で来られてさ。いや、そうでもないよ。いいよって。でバスワン XT の2つあげて、それでもういろんなもん取られちゃって。いろんなもんって、その2つだけだよ。いやいや、その前もなんかメタニウム取られたで。メタニウム、あ、であれちょっと壊れちゃってね、あれちょっとあれ。なんで壊すんだよ。ちょっとね、あれ、え、何、マジでありがたいわ。でもね、あれ、ああいうのをね、高橋君からもらって、あれでね、うん、大映画とか御三家でやると、うん、俺何回もあるんだって、視聴者さんに。何を。あれ、このリールってもしかしてあの高橋さんのリールじゃないですかって。あ、はい、ちって、まあ、俺何回もあるんだって、まあ、大映画で。まあ、まあ、俺もそこそこ人気やでな。あ、ちょっと触ってもいいですか。あ、結構に、あ、いいですよってね。そしたらもう興奮だよ。もう、こうやってさ、こうやってやっとんだよ、こうやって。結構俺も実は人気あるからな。
俺あれ見た瞬間やばいわと思ってさ、だって視聴者なんてうちのヘビーリーズの島田なんで毎日金振り込んでくんやんで、また始まった、ね、どうしたって俺言うのよ、だからファンがおるよ、じゃあ言うのよ、うん、もう別に生活困ってないから、うん、わざわざ毎回毎回投げ銭だだライブするたびに1万円だ、うん、で金持ちなんだ、ね、商売やっとって、ね、商売やっとの会社見つけしとんの、マジで、ああその人、ああ金持っとる、とんでもね、たまたまそういう人が視聴者さんだった、おるのよ、あれやね、だってお前東京でお前のオークションやで、オークション、それマジで、オークション住んどる、おいで仕事も全部任しちゃって、うん、悠々自適に釣りしたりな、もう自分の時間があるから、ね、ああ大丈夫、週1、2回会って、うん、お前らこうできとるなって、うん、でもおおおおげやいて金だけ入れてな、高橋君そういうのをもう憧れて、うん、今同じようなことをやろうと思って、憧れっていうか俺はもうそれ以上だわな、ああ何、うん、そまた始まった、ね、悪いけどな、また始まっちゃう、ね、うん、だからライバル相手もな、ただそういういい視聴者さんが毎月金振り込んでくるやんわ、あとなんやと、でもさ、うん、同じことさっきからずっと言ってから同じようなことをなんかもうずっと繰り返して、今夕方になろうかなと思ったんだけど、ずっと同じこと繰り返して、ね、うざいか、ありがとうございますって、やっぱキャニオンさんもやっぱそんぐらいの男になったらええやん、まあね、ほいで、うん、まずは視聴者説教からだわ、で、まあ、でそれはさ、まあ、フリアフィッシングでさ、うん、先生がおるのにさ、ね、先生に何も質問がねえっていうのはお前あ何もないよ、逆に、うん、逆に質問じゃないんだよ、うん、俺はもうちょっとこういう風にしたら先生に向かって指導をしようというかよくないよと思いますかそうか、年上だもんで丁寧に言っとるつもりなんだけど、ああこっちもあそうですかとか言って言うんだけど、もう頭がカチーンって感じ先生に向かって質問はあかんって言ってやかましいわいやだからだって普通先生に向かって質あの普通おかしいよね、だから今後ふれあいフィッシングの、うん、その撮影カメラ回したら、うん、そういう体でやっぱり生徒たちにはさ、うん、そのカメラ止まって裏でちょっと本音がちょっと出ることもあるやん、うん、ただカメラ回した時はさ先生に対してそりゃ、うん、アドバイスなんか必要ないよアドバイスってしかもだからさしかも、うん、言ってくることがさ初歩的なこと言ってくるんだよね、うん、え先生に向かって初歩的なあのアドバイスはあかんよ、いやだからその子はちょっと誰か知らんけど、うん、だから自分が釣りが下手なこと知らないんや、うん、例えばあの大江川とか五山川ってあの護岸が多いじゃん、うん、もういきなり護岸まで立っちゃダメですよ、え魚がもしかしてもうその辺にいるかもしれないから、うん、まずは護岸のもうスレスレに立つんじゃなくて、うん、もうちょっと一歩1メーターでも下がってからルアーを投げた方がいいですか、でカチンとそこでカチャーン、あ、そうですか先生に向かってはあかんよね、そういうあの初歩的なアドバイス、だから知らんから視聴者は、だからよっぽど俺が下手に思ってたんですよそれでフライフィッシングやるためにリフリストレス感じとるんやおもろいなそれ、面白いだからあのまあまあなあのアドバイスじゃなくて結構あのみんなが知ってるようなアドバイスしてくれる、あそうかそうか、あすごいね、タコやん、あれタコ、もうトンビかな、なんかわかんないけど、まあでもケアニオジさんなあ、フレアフィッシングでまた生徒募集してさ、で、うん、今度俺がもうアドバイスしないといけない、いやだから、うん、まずあの募集するときにさ、そのあの生徒募集でやったらいいね、で毛ガニ先生がキャスト、うん、あと魚の誘い方を講義するから、うん、それを聞ける生徒を集めれん、まあね、で来るやん生徒たちが、ね、うんうん、で生徒たちが、うん、じゃあみんな並びなさいって一、うん、人ずつじゃあベイトでキャストしてろと、うん、させて、うん、改善点だな、そうやね、あと誘い方とか、それを言って、うん、で相手が何か言おうとしたら、うん、お前はい以外言うなって、うん、そうやね、はいとありがとうございます以外のことを喋るなよって、そうそうそう俺にアドバイスなんておかしいよねそうやったか、それやっぱムカついとったんや、アドバイスされる年じゃないでね、そうやな、もうもう小学校の時からやっとんだ、しかも腕があるじゃん、だからさ、ケアニオジさんみんなね勘違い、坊主が多いのは、うん、だからあの、うんうんうん、ハイプレッシャーのフィールドでやってる、あそうだよな、そうだよな、だってバスプロでも釣れないポイントでやっとんだから、うん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 、だからそこでやっとるのがいかんかったかもしれない、うんうん、今まで俺いやいや、あと自分より下手な人に言われるとさ、
こっちも困るじゃん。自分より釣りが下手な人がさ、うん、あですよとか言われても、いやそれ分かった上で、そんなことは100分分かった上で、うん、あえてこうしてるんだよってこと言うのめんどいから、俺もだから、 ありがとうねで終わらすのよ。だから釣りが下手な人で困っちゃう、下手くそすぎちゃって、でも大したこと、うん、あんた大したことないじゃんとか思いながらさあ、そうだねとか言って聞くけど、結構多いよそういう視聴者、特にそのバスプロとかの話に真に受けちゃってさ、魚人さんそのオフセットフックの付き方は違いますとか言うんやけど、全部分かってやっとることやし、でそれを言うの面倒いのよいちいち。だからあれ、うん、わざとやってるんでしょ、動画的にわざとなんかで、いや釣れるようにちょっと曲げたり、ちょっと今でもあんたもちょっと付け方おかしい言ったけど、あれわざとあれ逆でつけたよ。あ、わざと、ね、で今動き見て、魚が普通にこう来るんじゃなくて、ブニョンブニョンってそのケツが振るようなセッティング、そうそうそう、それをわざとしとるやん。でもそれ知らんもんやから、そのプロっていうのは基本教えるやん、こうやってつけるよって、でそれを信じ込んじゃう子供がおるね。でそこからまた崩していって、そういうこと知らんやつおるね。もう慣れてくると、崩し方を覚えちゃうから。そうだけど、もうみんなね、下手なやつに下手なやつが多いんだよ。もうもう固定観念が強すぎてそうだよね。本当は本当の釣り師ってもう固定観念を超えたところ行っちゃうから。ほうほうほう。あ、跳ねた。あ、いや大丈夫大丈夫。でもほら見て増えてきた。今シャット投げたら釣れるかもしれないよね。小アユが寄ってきとるな。とうとうは今からもしかして30分ぐらい真剣にちょっとルアーをシャッドとかなんか違うやつに変えたら釣れるかもしれない、ね、ちょっと行くか。じゃあ釣りしに今回神回やケアニオジさん、神回、何神回、ケアニオジさんの本音が聞けて、これ、うん、これ何出すの、これ出す丸ごと、これ今回っとるよね、これずっと撮っとる、ノーカットで、マジで、うん、さあおもろかった今日の、なんか俺性格悪いような感じだ、で性格じゃなくて、その生徒さんたちが勘違いされてるから、あ、そう、ね、本当はこうやって釣りするんだよってそれを教えないかんね。俺のキャスティング見た、あれやばいよ、神でしょ、うん、右も左も投げれちゃう、右も左も上も下からも全部ね、でカバーなんかもチパーンって入れれるで、ね、あんまり見してないけどみんなに。この間って俺だってあれすぐそこで50アップル釣りまくっちゃってさ。そうでしょ、池谷のおじさんもこの間すぐそこで50アップ釣りまくってるやん、長浜で50アップ釣ってるからね、うん、だいたいこの間マスゲンって喋ったのよ、うん、1時間喋ったんだけど、50アップ釣れる確率どのぐらいっつって、何回行って50が釣れるったら、10回行って1回やって、10回で1回それ、10回長考行って、1回50アップが釣れるぐらいの確率論言うたんやん。ただ確率なんそれないいの悪いよ。1割なんだけど、悪い、1割やん50アップ釣れるって。俺は5割。あ、そう。5割。だから琵琶湖に限って。琵琶湖に限っていくと、俺は来ると5割の確率で今日はまだ釣れとらん。けど5割の確率で50アップ釣っちゃっとるから、そこなんだな、視聴者さんに言いたいのは。そこだよね。だからなんていうの、俺だってやっぱり隠したいところもあるから、あんまりなんていうの。うますぎるか、うますぎるのを見せてしまうと、なんかイラッとするじゃん、相手もなんか。わかる？この人こんなにうまかったのとか言って、なんかそれもだからちょっといかんかなと思って、ちょっと下手を演じる部分もあるんだわ。俺こないださ、コメント来てさ、高橋さん、魚神さん釣りがうまくなりましたねって言ってきたバカおって。失礼だな。おお、もうとっ捕まえて説教や。説教した。散々説教。うまくなりましたね。うまく、もうどういう話やと。お子供からそんな言われる覚えないぞと。失礼だよね。お40年釣りしてきてさ、うわ大変よ。 YouTube の中もだからそのストレス溜まってるもんだから、自分が偉そうに教えたがりのやつおるね。おる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 ね。最悪でねえぞ。ああ相手しか関係ない。大変なんだ。この間俺の友達のカメノがまたコロナかかっちゃってさ、あいつ大変だ。2時間前にもあいつ大変だ。2時間前も言ってた。そうかと。あれ俺はワクチン2回打ってるから。ああ、ね、ワクチン打ったか。まあ、でコロナも流行っとるからな、ね、大変だけど。でもさ、なんか静かデカバスが入ってきそうな雰囲気に見えない。これなら静かになったから、ちょっと投げてみたら、いやなんかトップでも食ってきそうな気もするんだ。回遊してくるな、ここ、うん、例えば俺ここで7年前に来た来た時にさ、昼の1時から3時半までここで一人で投げ続けて全く食わんかったね。3時半4時ぐらいから急に釣り始めて、今の時間多分そう感じ。だから結局バスがこっちにこう回ってくるタイミングの時に投げたら釣れるってパターンかな、この辺も。でもちろん今だってさ、こんなちっちゃいさ、サタンワームじゃないけどこんなんでやれや、ちっちゃいのは釣れるのよ、
うん、でもやっぱ30センチ以上と大きめがいいじゃん、まあ、40アップとか、ね、だからそこらのスクールが来るタイミングがあるから今日入ってくるかどうか分かんないけど、5、6年前で俺ほんとここで35っつってるじゃん、うん、あの巻物で、うん、俺ここの今のオーグランのとこで俺50アップつっちゃったな、あああのあれでしょ、うん、あのプロペラついたやつ、プロペラついたやつ、あれ俺持って小太郎さん持ったの、そう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 、まあ、みんな釣りなあんま生まないだろうから俺がちょっと教えないかんかな思って、しかもさ、うん、あの時薄暗かったじゃんね、うん、明るくなってから見たけどめちゃくちゃ浅いところにあんなのが入ってくるんやね、土砂路やで、土砂路だよ、で小太郎さんで言って50アップずっとやったんだよ俺、うん、ね、でもうみんなびっくりしとった周りの人、うん、でまたこの間菊池と同じとこ行ってパーってやってパーンって一発で50アップだ、すごいね、すごいやろ、えおかっぱりで、あーボート、その時はボートやったけどな、うんうん、菊池はどうか知ってる、何が坊主、マジで、うん、俺が50アップ、菊池さんも結構おねだりなところあるよね、あいやキャバクラおじさんや、あキャバクラおじさんね、もう俺四国行くやろ、うん、キャバクラが3軒も4軒も予約してあるね、もう何やっとんやと、勝手にやで、勝手に勝手に、ひどいね、予約おじさん、俺めちゃくちゃいい人じゃん俺俺めちゃくちゃいい予約おじさんだよ、そう何勝手にもう予約しちゃってんの、そうやで、まあでも出演料よこせって言ってくるのはさらにね、 あんたとその菊池さんぐらいや、うわでも俺一番可愛いよね俺、いや分からんけど、もう有名人じゃん俺は、なそうでしょ、うん俺はな、もうみんな神様神様って、俺はそこそこ人気あるで、うん、うん、でなんか自分をもうよく見せようとして、もう自分を褒めて褒めて褒めてさ、うん、俺はこういうの持っとるよとか、うん、なんか誰も褒めてくれんからって自分で褒めるってよく言うじゃん、軽かったよな、たださ悲しい話さ、ああ俺ら女にモテんよな、それはモテんよね、なんだよやっぱりな、ね、女っちやつがいかんのや、女お、あれだね、俺、ああ俺な、いや、あとな、これでも喋ったら手が逃げとったんだよ、うん、あと、女っちゅう生き物はな、うん、ある結婚しとるやつおるやん、あの、主婦ってこと、いや、だから、結婚再退者おるやん、何再退者、奥さんおるやつおるやん、うん、あいつらみんな性格悪い、あの男がね、で嘘ばっかり言っとる、で何だから浮気しとるってこと、俺らみたいな純粋ボーイは嘘言えないやん、まあすぐ態度に全部本音やん、 100% 本音出ちゃうやん、そうだね、したら女の子もびっくりして逃げちゃうわけだだって結婚しとるやつは性格悪い説だから、だってどうなの、で女の前で、うん、奥さんの前で嘘を言っとるんやで、みんな、うん、菊池だってそればっかりやで、で奥さんの前では、うん、ああこうだなこうだななんて言って、うん、腹の底違うこと言ってんやで、だってさあのその菊池さんとかでもさ、うん、もう結婚しておるじゃん、結婚して、うん、俺ら独身じゃん、うん、やっぱ会話の質が違うでしょ、違う、なんか性格にとってやっぱ結婚してる人としてない人ってやっぱ違うだ、から結婚してるやつらは性格悪いわ、そうでしょ、そうね、だからろくなやついないよ結婚してるやつは、嘘つきは多いでしょ、嘘つき嘘ばっかり言って、だから俺らみたいな独身は、うん、もう純粋で嘘言えないから 100% 本音だから、だから子供っぽいところがあるわけでしょ、うん、そう 100% 本音でぶつかっちゃうから、うん、女の子がびっくりして逃げちゃう、だから逃げちゃう顔がいい悪いのは関係ないんだよ、あれ、あいや顔もある、顔もいまいちゃったな、あそうなの、いまいちか、あとスタイルとかいろいろな俺もいまいちか、いまいち、あと聞こえ、今の聞こえ毛深いの嫌われるから、毛深いやな、これ毛深いやつ嫌われるから、一匹釣りたいね、ヒガニおじさん、何このビールいいよ、また始まったね、あれはこれダメ、ダメじゃないけどな、うん、やっぱりちょっとまあ価値観の違いだよね、いや俺の考えは食われてからでいいかなっていう、いや俺が言うのはさ、安物買いの銭失いよ、あそれも、まあ、昔から言う、だから1500円のリールとか3000円のリールってさ、うん、あ鳥おったでかいね、ちょっと待って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 、狙っとるね、さっき待って待って逃げてった、あれなんだろう、なんちゅう鳥、あれなんだろうね、よく見かけるじゃん、ウカウカ、なんかよく見かけるじゃん、うん、あれさっき江田さん、安物買いの潜入しないとおるね、でもここってウェービングしたら釣れそうだよね、うん、この辺あんま釣れんぞ、猿じゃない、猿がおる、どこ、あ違う、でも池谷王子も今人気者やん、もういや人気ないよ俺、だって御三王へ行ったらさ今一番人気やん、うん、だけどそこで高橋君の、いやいや俺は全然全然
俺はもうゴミゴミゴミみたいな人間だから。ビール見て触らしてって言うんだよ。ああそうかそうか、うん、すごいわ。今でも毛ガニおじさんの人気すごいで。そう、ほらもう勝てる人おらんで。でもこれからね釣りのとこでやってもしゃあないから、もう琵琶湖にもうちょっと通おうかなと。琵琶湖来よう。